こんばんは。こちらはロムナイ防長局の日本語のニュースでございます。最近ロムナイ軍の若い世代の軍事を中心に、ロムナイ軍のすべての兵士は常に反の首都に目を向け、中央軍事委員会正規の軍法廷正規長に対して深く哀悼の意を示しました。 これは、ウィン・フォンション、衝撃書の調査、記事、教えを紹介する。デマ別イベントで、ロシ初、軍事省 CG 局で、職員である、キャプテン、トーティ・キムン氏が、軍事セレブ、なんかの、議会家庭、雑誌中隊の、新兵たちに説明し、朗読します。アン氏と、このイベントに、訪れていた兵士にとって、衝撃書が残った、一つ一つの物語は、教訓で ウィンフォーチャン総記長に関する物語、記事、作品、テーマに沿った歴史、ー歴とは入隊するために学校を卒業したばかりで、家族から離れたばかりの若い兵士たちに、チョン総記長のように、朗読的な模範に従って学ぶ決意をさせ、割り当てられた任務を遂行し、学名的、正規的、エリート的、現代的な兵士の育成に貢献する を持たた。せてきました総統委員会常務委員、ベトナム祖国戦線委員会委員長のカウ・ファン・クアント氏は率いる、ロムナ礁の総統委員会、人民医学会、人民委員会、ベトナム祖国戦線委員会の指導の代表団は、昨日う、アンフン村とロマン村に住んでいる。 風生兵であるウィン・ファン・ハイさんと、ベトナム英雄の母であるウィン・ティ・ラーさんを訪問し、品物を寄贈しました。訪問先で、ソウロ・サラは健康状態について、資料深く尋ね、民族解放のための当初の対比におけるベトナム英雄の母と風生兵の犠牲と貢献に深く感染の意を誘導しました。 この機会に、総軍の白砂大友団は、革命・五郎砂に意味のある贈り物を贈りました。これは、水を飲んだら水下の思いせという伝道を推進し、感謝の気持ちを伝える運動を実践するための、その有意義なガッツ動の一つです。 新庄病兵社会省からの報告によりまとう2025年7月1日以降も社会保険一時、金止不制度が継続されるということで社会保険局によりまとう 現在2025年1月1日までに社会保険料を知らはった労働者数は1 800万人でこの労働者は社会保険一時期の受け取る権利があり2025年1月1日以降に社会保険に加入する労働者は想定されている4件のうち1件の 選んで高い保険の受け取る権利があります。高い保険一時期の受け取らず、支払い金の継続的に加入する。労働者はより高い給付金を共有する機会があるということで、米国のトランプ前大統領は昨日ゾンバイデン大統領が選挙戦から撤退する考えを表明して以来、初めて選挙活動を行いました。 トランプ氏はノースカロライナ州サラットで怒られた選挙集会で移民問題をめぐりハリー・ス氏を批判しました。同志にユりマとハリー・ス氏は移民問題の解決を任されましたが失敗したということです。 ロシアは2023年末までに不法越境者の逮捕数は過去最高に達した米国とメシコの国境におけるバイデン氏の政策の接近にのハマス氏を合わせ地元警察の協力を得て大量国外追放を実行するとの公約を繰り返した上でハマス氏を求人的でクレイジーな人間だと比喩しました。 ノースカロライナ州はトラップ氏が過去の選挙戦で総理した州で国連は昨日2030年までに企業ゼロにの達成を目指す継続可能な開発目標に関して世界が大きく遅れをとっていると下告してます最近の 世界の即位安全保障と営業の現状、年次報告書によりますと、2023年、世界では11人に1人、アフリカでは5人に1人に相当する約7億3300万人が飢餓に直面したということで、 主な原因である噴争、気候変動、景気後退などがより広場に生じ、かつ深刻化していることを受けて、この数値は2021年に急昇して以降、大きく変わっていないとしています。 それより、現在の傾向が続けば2030年には約5億8200万人うち半数がアフリカにおいて慢性的な栄養不足に陥っているという報告書が下告してます。 また国連は、資域不足が迫る中、特に気候変動の影響より、さらに悪化した深刻な飢餓と栄養不良に直面している国々にとって、革新的で公平な解決策が必要であると強調しました。ご清聴ありがとうございました。